では都内の感染状況について未だに予断を許さない状況であるとし、継続が必要と判断。応じた場合は協力金として15万円を支給するとしています。なお23区外の多摩地域については予定通り31日で要請を終了するということです。飲食業界でまた厳しい状況が続きそうなんですが、永井さんいかがですか？いやー、ほんと厳しいと思いますよ。で、15万円ですか、はい、が、給付されますっていうことですけど、1日